に思うかなって僕も興味あって、で、まあ、サンナは日韓日韓だけじゃない、まあ、すごい数値モデルを使って研究してるすごいやつがないですか。そういう研究者が何かして、今日ちょっと気になるのはちょっとこの人のこの話をちょっと見てみたいから、ちょっと聞いとこうかっていうところがもしあれば、ちょっと最初に準備します。講演者のでもいいですし、この主催者開始まで1分なので、はい、お会いしたいと思います。こんにちは。ちょっと今日は有数の会社で、だから実業でつながって流れるには、そこですか、聞いたら。楽しみにしてください。ありますよ。はい。はい。お母さんいない。じゃあ、お母さん。
来たら始めます。はい。はい、だいぶ埋まってきましたけど、あの真ん中の席がちょっと埋まってないところがあったら、ちょっと詰めてもらっていいですかね。真ん中側の席でちょっと埋まってないところがあったら詰めてお願いします。まだもうちょっと今入っていらっしゃる方がいますので、隣が席空いちゃってるという方はですね、一個詰めてお願いします。隣の席の人がいないということがちょっとないようにお願いします。そこをちょっと困ってしまって、途中でですね、隣の方と岩屋さんからちょっとお題があります。隣の人がいないとちょっとそれができませんので、隣の人がいないということがちょっとないようにお願いします。進めてお願いします。お、篠田さん、ちょっと来てもらっていいですか。篠田さん、いい人来てきましたよ。はい、いい人来ましたよ。はい、ありがとうございます。はい、こちらです。あ、こちらですか。こちらです。はい、今なんかもう輸出品配信とかはい、してるんですけど、篠田さん、今回ですね、ちょっとあの、できて何やってんだという感じの熟熟何やってんのって思っちゃってしまう。どの辺かちょっとあの、なんでそんなのかっていうのをぶち上げてもらっていいですか。結局それから見るとそういう人が多いと思うんですよ。僕もまあそれは覚悟してる上で入ってたので、だから、まあ、あの僕から言うとなんかあのあれなんですけど、どうせだったら国内時代の先輩だったあの太郎さんがね、あの時みたいに天気が立つのそのまま行っちゃってもらった方がいいかな。出てると思います。お兄さん頑張れ。そんなんじゃなかったの。じゃあまた後ほどお呼びします。参加は無料ですので、ぜひ興味のある方は入り口
口の方にチラシがありますので、ご参加いただけたらと思います。よろしくお願いします。それでは、趣旨説明をさせていただきます。今回のシンポジウムのテーマは、秘書学における科学コミュニケーションの在り方というものです。で、科学コミュニケーションというと、まあ、なんだかよくわからないなっていう方もいらっしゃるでしょうし、逆に、すごく熱心にやられて、かつ実践されている方もいらっしゃるかと思います。で、まあ、私なんかはここで偉そうに司会をしてますけれども、全然熱心もない方の立場でして、ファシリテーターと言いながら、実はファシリテーターはあまりこう、その分野に細かくなくてもいいっていう定義を見て見たんですけれども、すごい、まあ、なので、別に詳しいわけではないんですが、そこにいらっしゃる茂木さんは見た通り、とても科学コミュニケーションを実践されている方で、私のカワさんも、カワさんも、カワさんもそうですよね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、ということで、まあ、いろんな、まあ、ファシリテーターがいるんですけれども、で、まあ、でこの会場にいらっしゃる方もいろんな方がいると思います。で、まあ、私のように、まあ、熱心な方もいる、まあ、ただ単に冊子を見て、なんかちょっと変わったことやるから行ってみようかなと思った方もいらっしゃるでしょうし、もしくは地下鉄で広告を見ていらっしゃった方もいるかと思います。で、まあ、科学コミュニケーションというとすごい難しそうに見えるんですけれども、まあ、皆さん多分身近な日常的にやっていて、例えば私なんかは台風とか集中豪雨の被害があった時に、まあ、なんかこの被害ってどうしたらなんか食い止められたんだろうかとか、もっと行動のやり方を考えたら、もうちょっと被害が下がったんじゃないかなとか、そういうまあ、ことをぼんやり考えたりしているので、まあ、こうすごい堅苦しい言葉なんですけども、まあ、皆さんやっているだろうというふうに考えます。で、今回いろんな立場の人が、まあ、ちょっと挙げてみたんですけども、いらっしゃると思いますが、まあ、それぞれ多分いろんな問題意識を抱えたり、まあ、考えたことがあって実践されているかと思います。で、今回の講演のプログラムはこちらのようになっておりまして、まず最初に、実演を、科学コミュニケーションの実演をしていただきます。で、その後、講演と討論を、3人の方からお願いしていただいて、皆さんで討論をしていきます。で、最後に自由討論というような流れになっております。まあ、今回のプログラムのシンポジウムは非常に新しい、基本学にとって非常に新しいことを行っておりまして、まず、全員参加型で討論したいのシンポジウムとしたいと考えております。で、シンポジウムの冊子の4ページ目にディスカッションシートというものが、あるかと思うんですけど、こちらの方をぜひ目を通していただいて、はい、まあ、考えても管理していただけたらと思います。そうですね。はい、ここが大事ですね。討論したいというと、まあ、そうですね。普通のシンポジウムだとしては逆だと思うんですけど、であともう一つは、リアルタイム配信をこのシンポジウムで行っておりまして、まあ、見ての通り、お客さんが何段階か、前の方で。はい、そう、言ってましたけど、はい、はい、ユーストリームの方で配信して、まあ、何か今見に来てくださっている方もご覧になります。はい、はい、はい、で、あと、さっきちょっとちらっと言いましたけど、横浜市営地下鉄の広告を、出しておりまして、これは横浜市と横浜観光コンベンションビューローの、ご講演のもとで、無料で、提出しております。で、まあ、その様子が次のこの図でして、これ桜木町駅っていって、この近くの地下鉄の駅なんですけども、まあ、この改札口をよく見る、ここをよく見ると、まあ、こんな感じで、なんか怪しいポスターが貼ってあって、まあ、この息子は詐欺って、これ違いますよ。ポスター見たって方いらっしゃいます？見たって方？あ、いらっしゃいます。あ、結構いらっしゃいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、はい、そういう感じです。あと、中吊り広告も出しております。はい、で、あと、まあ、新しいこととしては、ファシリテーターは、若手研究者3名でやっているということが非常に新しいかと思います。はいはい、中でね、なかったですね。まあ、私調べる限りでは、いつまでも。今までは結構、なんですかね、司会一人っていう場合が多かった。そうですね。まあ、掛け合いになって、ありがとうございます。はい、まあ、そういう感じで、まあ、多分この3人の中で一番精神年齢精神年齢なんか違う。一番こう、エネルギッシュな、はい、茂木さんにバトンを出したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、皆さん来ていただいてありがとうございます。ですね、科学コミュニケーションで、まあ、小玉さんはちょっと趣旨の方を言っていただいたんですけど、まあ、今日はとにかくですね、科学コミュニケーションのあり方って書いてあるんです。やり方を見せる、やり方をっていう話じゃなくて、やり方も無数にあると思うんですけど、さっき小玉さんがですね、立場によって
全然あのしてることが違うと思うんですけど、それを意外と自分の立場と違う人がどういうふうにあのやってるのかっていうのを意外と知らないんじゃないかなと思うんですね。でそれを知ると意外とあの開けるものっていうのもあると思うし、まあ、別な価値っていうのが見えるかもしれないな。で、あの気象情報の伝達の仕方とかっていうのもであのそういったものも、まあ、ちょっと時代が変わるとどんどんあり方が変わっていくんじゃないか。あの単純に今までのやり方、説明の仕方、マスメディアとの関係とかですね、まあ、研究者がどういうふうに説明するかとか、今まで通りでいいとは思わないんですね。だけど、どういうふうなやり方であるかというと、どんどん変わり続けて、進化し続けていった方がいいと思うんですけど、まずその今日、一本になってほしいなと思って、まあ、今日来られた皆さんですね、ここの会場で実践としてですね、あのお隣に座っていらっしゃる方、ちょっと見てもらいます。お隣にいらっしゃる方、知ってる人ですか？知らない人ですか？あの後ほどですね、その方とちょっとお題が出ますので、その方と誰かに何かを伝えるということをやっていただきます。で、だからこの会場で受け身になって聞くということが一人もいないという状態が今日は目指したいことなので、ぜひですね、あの自分は何が伝えたいのかと。誰から何が聞きたくてここに来ているのかということですね、あのちょっとディスカッションシートの方を見ながらですね、あの考えながらあの見てもらえたらと思います。じゃあですね、あのちょっと長くなっちゃいましたけど、もうこの人を見に来た人がすごい多いと思うんですが、いやですね、一つやることを多分話してるんで、あのカテゴリー、はい、じゃあどうしますか、はい、これを変えてる、あ、じゃあ僕はずかな、あの、いろんな方が今日学会にいれば、学会じゃない人もいると思うので、ちょっと手を挙げてもらって、どういう方がいるかをざっと見ていきたいなと思います、はい。一番気象学会に参加している方っていうのはどれぐらいおられますか？おー、半分、6割ぐらい。おはい、はい、じゃあ研究者、あのお金を払って研究しているって方はどれぐらい？あ、そんなに3割ぐらい、2割、3割、はいはい、学生の方おられます。おー、学生結構ですね、はい、ありがとうございます。あと企業などで働いている方、うん、今回出展していただいた方も結構多いと思うんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。あともう一つ個人的に聞いてみたいのが、僕気象予報士なんですけど、気象予報士の方ってここにどれぐらいおられますか？なかなかいいですね。結構来ました。はい、はい、あのもしかしたら何も手を挙げてない方がもしかしたらおられるんじゃないですけど、それはすいません、はい、とりあえずこの辺りで、うんうん、そうですね、あのこの会場にちょっと今聞いただけでも、まあ、かなりバリエーションがある方が集まっていただいていると思うんですけど、だから相手が変わると全然伝え方変わりましたねっていうことが今日分かるといいなと思います。はい、さあそれではあときましょうか。はい、はい、はい、最後私気象研究所の川瀬です。今回司会とつなぎ役をやらせていただきます。で最初の講演はドクターナダレンジャーです。ドクターナダレンジャー知っている方もおられると思うんですけど、初めての方もおられると思います。ナダレンジャーは年間 100日以上全国各地を回っております。本人これ巡業と呼んでます。はい、まあ、本人から聞いて驚きました。対象がもう幼児から小学生、中学生、そして一般の方、専門の方までかなり幅広く実験教室を行っています。実験教室、場所を通っていないというのがすごいところで、まあ、今回のような広い会場から学会のイベントや地方のイベント、そして小学校、デパート、まあ、時には路上までやるらしいので、ほとんど大道芸のような感じになっています。で今回のシンポジウムの広告、まあ、ほぼナダレンジャーで押したような感じがあったんですが、まあ、このインパクトの絶大さというのは素晴らしいなと思います。さあでは、今、世間を圧巻するドクターナダレンジャーをどうぞご覧ください。ありがとうございます。
ちゃんくっついて、なだれうんちゃんになっちゃうんです。で、切るとこ、切るとこ間違えてね、なだれきちゃダメですよ。で、なだれんじゃんって言ったら、ペチャロジョンって言ったら、なだれんちゃんで、私はなだれうんちゃんですから、誰が見ても不審者に見える。キャラクターの人、不審者ですから、いいですね。ということで、そうですね、早速やるのは、皆さんも、まあ、ちょっとこのものを始めてお願いしようと思うんですけども、そうですね、今、まあ、この天気のいい時、まあ、地上的に言うとね、大気が不安定になると、突風災害が起こりますということで、突風マシーン行ってみようと思います。突風マシーン、早速、出ていこうと思うんですが、立ってみたい人いませんか？立ってみたい人、あ、いるんですね。いるんだね、本当にね。ちょっと、ごめん。突風マシーンあるんだよ、ちょっと待ってね。よっしゃー。よっしゃー。みんな対応して、出すのがまだ大変だよね。出てくるね。なんか文句でもあるの？あるよね、もう誰が見たってこれボロボロのうちわだしね、どこが突風マシンだよって感じですよね。いや、そうですよ。でももっとマシなのは、もう全国的に有名なね、皆さんよくご存知ですよ、テレビでもやってる段ボール箱に割り当てた箱で、あれ、いかにも突風っぽいですよね。昔、我々子供の時はそんななかったんですけど、旅できていいですね、あれね、面白くて。で、しかも段ボールじゃなくて、あのお持ち屋さんに売ってるバージョンがあってね、大安売りの時500円で買ったのがあるんですね。多分やったことある人も若干いると思いますけど、出してみますね。こういうやつです、こういうやつです。見たことあるし、見たことあるって人もいると思うんですが、見たことあっても当たったことない人もいるんじゃないですか。人にやっていいですかね。怒らないでくださいよ、いいですか。切れられるのが一番怖いですからね。違う人に当たってるみたいな。あ、ごめん、前の人に当たっちゃったよ。厳しいよね。だって人にやりますから、当たった人だけ気がついてください。当たった人だけ。あ、何しろの方が気がついて。今のところで当たった人手挙げてください。うわぁ、もう一枚言ってるの？ちょっと待って。あの、当たった人は楽しいと思いますが、当たってない人はちっとも楽しくないですよね。よくわかる。これ経験の差っていうもんで。じゃあ、みんなが分かるように的を用意したんで、的に当ててみようと思いまして、的を出してみましょう。ここにあります。そうですね、今もやってますけども、あともうちょっとしたらやっていきますね。ブラジルで、頑張れ日本！ザクシャマンオーションになりますね。これが大変だと思うんですけど、いいですね。ちょっと待って、手伝いしてるんですよ。ジョシュ A いるんだよ、確か。ジョシュ A。ジョシュ A ちょっと来て。ジョシュ A。1週間前になったばかりなんですけど、これで、ね、この授業がいいですか？ちょっと目立っちゃってますね。じゃあ、やってみますか。正面に向けてみよう。まいりましょう。行きましょう。行くぞ。いいよね。ほら、こうむちゃくちゃ面白いでしょ。こうやって500円でしょ、これが。いや、焦ったらあれじゃないよね。でも、1000人が2000人ずつで手間取っておいて、確かにここにも、僕の心が出ない気がするので、それでもやってみようと思うんですが、ちょっと聞いてください。ここで問題です。1番、この風が顎うまく届くと思う人。2番、届かないと思う人。3番、どうでもいいと思う人。必ず3択の最後はどうでも来るから、安心してください。じゃあやりまーす。やる前から当たりましたね。離れすぎてるからですよ。近くに行ってね。大変でやってみましょう。はい、問題です。1番、この数がここまで届かないと思う人。はい、ありがとう。2番、届くと思う人。届くと思う人。3番、どうでもいいと思ってるんだ。はい、今、ちょっと待ってあげてください。よいしょー。届きすぎましたね。はい、はい。はい、ありがとう、ありがとう。はい、女子、戻ってよし。ごめんなさい、今ね、バカらしいことやったと思ってるでしょ。確かに一見バカらしいけど、ちょっと頭の中で考えてみましょう。こっちもこっちも、まず共通点と違うところから考えると、両方とも風が来たってことは間違いない。で、違うところはというと、こっちの風はここまでがない、近くなってくるけど、こっちは遠くまで、まるで空気の塊だと思いましたよね。この面白さ、意外性が、僕面白いなと思いましたよね。どうでしょう。こっち面白いけど、こっち全然面白くないよね。一つのうちどっちかプレゼントもらいたいっていうときに、こっちの人ってその辺にいるんじゃないかな。こっちの人が多いよね、多分ね。
したらそうだよね、絶対面白いから。でもね、ちょっとだけ頭の中に考えると、これがね、この大きさの中にですよ、これがもう、例えばこのホールぐらいのサイズになった時に、で、引っ張ると、まあ、重ねちゃいますって、クレープが重ねちゃいますって、で、ペンって打ったとしたら、まあ、想像しただけでも、まあ、どうなるか、何かシミュレーションしてくださいねって多分、感覚的にはとんでもないことになったかと分かるよね、ちゃんとしなさって。で、実は、ね、普通の災害っていうか、それのこれも、ちょっとだけ、身近なものが、ちょっとだけこれと違って、予想外、不思議なことで、超巨大なものと災害になるというのは、中谷さんの人たちの考え方です。で、大きくなると確かに災害になるんですけども、ぐっとちっちゃくしちゃって、これ、ちっちゃくしたら誰も気がしないですよね。これ当たって気持ちいい人ばっかりだと思うんですけども、ただ気持ちいいだけじゃなくて、この内輪と違うところは、何だって意外性があって、不思議なことが目の前で起こるから、面白いと感じますよね。面白いって感じて、誰も気がしなきゃどうなるかというと、まさにおもちゃになるんですよ。そう、最大の日輪です。他の最大は全部おもちゃになるんですよ。日輪にして、おもちゃにならない世界がもしあったとしたら、いや、大丈夫、皆さん、ミニチュアで結構シミュレーションで出してね、やってみて、全然面白くないなったらね、多分うまく合ってないと思うんですよね、間違いなく。必ず何か面白いなと思うはずなんですよ。目の前で不思議なことが、ちょっとミニチュアで多かで、確かにね、さ、トップマシンなんてバカなこと言ったんだけども、少しだけ私、タダレンジャーの自己紹介を兼ねて、タダレンジャーの話したいと思います。で、持ってきた写真があります。見てください。私、本当、本当に、ダイナグレーがね、すっごいね、有名な科学者なんですよ。自分が。でも、どうなんですか。で、世界を初めて落としてね、知ってる人多いんじゃないかと思うんですけどね、なかなか雪を使わないでやって、世界で初めての実験で、これ全部ね、ピンポン玉を使ってやるらしいんですよ。何本かってね、全部でね、30万のこの実験が。この30万もね、すごいなと思う前にね、マンボスです。5分だ。なんでまたここに並んでるかちょっと単純なんですよ。この実験は重力かからずに終わりますが、後片付けが人事がかりなんですね。後片付けするために集められたね、学生さんたちでした。お手伝いです。女子みたいなもんだな。で、ところがね、普通だとバイト仕事で消えたなと思うかもしれないけども、いいアイデアとして、最後に実験を終わったところ、浴びさせてあげるって言ったら、喜んできてくれた、ちょっとおばかな学生でしょうかね。で、この5人の中の、実は、私たち注目してください。名前を年本君というんですが、この会社にいませんよね。言ったら嫌だな。年本君と言います。で、実はこの年本君、この後大変な悲劇が待ってるんです。よく見えない人はこことだと思うんですけどね。心の目で見てください。で、隣の当たった後の写真を見るとね、なぜか5人が4人になって。年本君なんていないのね。で、あっという間にね、下の20メーター以上人が入っちゃう。で、この根本君が世界で最初のピンポン中に犠牲者と言ってましたで、ここ笑うとこじゃないですよ、犠牲者だから。でも、笑ってですね、ピンポン中で死ぬと思いますか。飲まないよね、ピンピンしてますよ。今はちょっと一生懸命やだもんね。で、ちゃんと一般の業績を上げてくる根本君ですけどね、はい、実は皆さんだって考えながらぜひ入ってみたいと思うでしょ。思うでしょ。そりゃそうですよと思って、今日は用意してまいりました。ちょっと、こんなことになるとは思ってなかったでしょ。バッチリですよ。一個だけです。適当にバーンと、なるべくできますから、自分のそばにもし転がってきたら、投げ返してください。いいですよ。適当ですよ。その辺また行くよ。やったビューン、大丈夫ですよ。はい。ここの人たち。リーコーン。いいよ。はい、届かないかもしれないね。持っててください。いいですよ。あります、はい。で、ちょっともうちょっとやってもいいですか。もうちょっと別のボールなんですけどね、こういうボールですよ。はい、名前をゴルフボールと言う。ちょっと音聞いて、こんなことですね。いや、重量感あるね。じゃあ、いい。いやだよね。それは当たり前でしょ。当たったら痛いもんね。多分、鼻に当たったら鼻血出てくるんですよ。そういう問題じゃなくてね、30万個来たら死ぬでしょうか、ね、これが死ぬ、怖いことはね、ちっちゃいこと全部分かりますよ。持って経験ないとね、実はね、誰でも怖いと分かるやつは最大の分かるんですよ。なぜかというと、近づかないからです。分かってるから。でもそれはね、全部貧乏なかったんですか。
ってる意味がわからないと思いますので、少しだけ本物を出してやってみようと思いまして、本物の代わりにちっちゃなちっちゃな実験をやろうと思います。ここにピンポン玉の代わりに、皆さん発泡しろってことですよね。軽い、ふわっとして、その発泡スチロールの粒子がびっしり入ってる、箱があります。で、この中のピンポン玉の代わりに、この発泡スチロールの粒子をピンポン玉に見立てて、流す実験をしようと思うんです。で、ここにですね、ちょっと見づらいかもしれないですけども、見えない人は話しちゃうと思うんですけど、これが邪魔さえなかったらというかね、この辺で、この辺でこう吹くと、こう吹く、普通の人はあんまり似たようだからいいから、こうやって、こうやると大体、この辺が見えるんですよ、この辺が。見えなくて立ち上がってるんですよ。無理して、席にね、しがみついてなくて大丈夫ですから。じゃあちょっとやってみます。ちょっと流してみますが、どうなるか見てください。形の注目、ここが大事ですよ。やる前に少し頭整理してください。こういう経験ありますよね。なんかこう、粉みたいなのをバーッとこぼしちゃったとか、誰がなったのか、ちょっとどうなるか大体想像するんですよね。その通りになるということだと重要ですよ。はい、3、2、1、スタート。じゃーん。ちょっとどう前頭がこう、頭みたいになって、なんかこう、生き物がバーッとくるような感じで、イメージのやつと違うじゃないですか。米粒バーッとこぼしちゃって、バーッとなるでしょ。広がるだけでしょ。こんな風に、まとまりのある姿ないでしょ。もう一回やってみますよ。形、先頭が大きくなって頭のようになり、後ろがまるで尻尾のようになって追っかけていきます。この形、実は大事なんです。もう一回やってみます。いきます。3、2、1、スタート。おーい、これ見るだけで今日来たかありましたねで、これが実はさ、ピンポン玉でやってゴルフボールとやらない、もう作ったのに安全であるかないかになって、軽い粒子で実はやらないとこんな形はできないんです。じゃあどうしてそうなんだ、少しだけちょっとやってみます。簡単です。ちっちゃい塊と大きい塊が競争します。最初にちょっとしたちっちゃい塊が流れます。その後大きいやつが追っかけます。どうなるか見てください。うまくできるかどうか心配です。いきます。ちょっと行って、うわ、追いついた、見えたでしょこれなんですよ。量が増えればスピードが速くなるんですよ。たったこれだけ。多くなればなるほど速くなる。このルールがないとどうなるか分かりますかね。先頭は必ずでかくなるんですよ。だって大きいものほど速いから。逆に後ろはどうなるかというと、ちっちゃいものが遅いから最終的には一粒になっちゃう。つまり細くなって尻尾みたいなんですよ。いいですか。いいですか。もう一つなんですよ。先頭からちょっとだけ一粒でも飛び出そうとしたとしても、何かの理由でバーッと出たとしても、ちっちゃい方が遅いから、それはそのまま伸びることはできません。すぐ伸び込まれます。崩れないんですけど、逆に後ろの方がね、ちょっと遅れると、本体がどんどん遅れてくるじゃないですか。つまり、一旦落ちこぼれると、もう確認が。一つ一つは、みんな同じ能力で、戦闘集団になれるかどうか。うわぁ、怖い話になりました。でもこれ、ちゃんとね、対策もあるんですよ。もし自分が、そういうやつじゃないですよ。落ちこぼれたなと思ったときに、落ちこぼれたなと思った瞬間に、そのままただ漫然と言ったら必ずどんどん離れていきます。ちょっと立ち止まるんです。わざと言います。もっと後ろに落ちこぼれずにいますよね。追いつくまで待ってんでしょ。で、待ってきたら、ちょっとした瞬間がいるでしょ。そこでスタートするんですよ。戦闘は必ず落ちこぼれを作っていきます。落ちこぼれを作ってくるやつをどんどん飲み込めば、必ず戦闘に追いつけるじゃないですか。いいアイデアでしょ。ただそれがね、1世代に交代する方が分かりませんか。800年に及ぶ戦いの歴史があるかもしれないですからね。ここまではね、定量的な切ることはやってませんので。で、ここまで言ってもなんとなくリアリティに乏しい実験だと思われるので、もう少しね、いいやつで、ナダレンジャー1号くん出します。はい、ナダレンジャー1号くん登場です。ここにはオレンジ色をした粒が入っていますが、これはプラスチックビーズで、これをミニチュアのピンポン玉にしたと思ってください。この中では水の代わりに、逆じゃないです。空気の代わりに水が入ってます。水を入れることによってブレーキをかけて、実はこの中で大きいものほど速くなるというルールができるようにしています。そして傾けてみると、ミニチュアの雪崩が起こります。形の注目、こんな感じです。最初は崩れていく。
で、ここ見て、これがさっきの発泡スチロール粒子が入ってるんですよ。あとはこれを空気で膨らますと、巨大な水じゃなくて空気で再現するタダレンジャーというロゴになります。これはね、ふーってやればいいんですけどね、少しね、ちょっと息が続かないと思うんで、これをパーッと走り出していただこうかな。頑張ってくださいね。リアシャーがうまくいくかどうか知りませんけどね。途中で引っかかったら恐ろしいな。行っちゃいます。リアシャーが置いちゃったからな。リアシャーがうーなーって感じたな。ちょっと
出てきちゃうんですよ。なぜかというと、私まだこれ発表前なんです。我々原因じゃないから研究してるんですよ。研究すればいいんじゃないんですよ。研究したことちゃんと実験ノートに書いて2冊ぐらいしか間に合わないから5冊ぐらいになるから、ほんでそれからネイチャーとかに発表しなきゃいけないんで、まあ、最後に最初だからで、CD で登場します。続いては、元フジテレビと日本テレビの気象キャスターで、はい、現在、気象キャスターネットワークの副代表、そして事務局長の岩谷忠幸さんなんですが、その格好は、野口さんと同じように。いや、ちょっと、弟子にさせてもらおうかなと思って、ちょっとご予約させていただきましたが、ね、素晴らしい、本当に、私はちょっとなかなかね、そこまでなりきれないところがありますね。はい、ひげはあまりなりきれないです。はい、じゃあちょっとどのぐらいにしてですね、はい、今日は私はですね、ちょっと画面出ますけどね、急に固い話題にまたなってしまいますけれども、少し今、野口さんのところで、なだれちゃった、なだれちゃった、なだれちゃった。はい、ちょっとこれで、少し私の方も何やってる雰囲気を少しだけご紹介させていただければと思っております。まあこういう感じでちょっと、実際に白衣着てやったりもしてるんですが、まあ気象の、いろんな形でやらせていただいております。で、少しちょっと私自身を皆さんも知らない方も初めての方もかなりいらっしゃると思うので、少しだけ自己紹介をさせていただきますと、
にはですね、大学で、まあ、福岡とですね、やってまして、やってまして、その後、気象協会というところで、気象情報で、その後に、フジテレビと日本テレビで、大体15年ぐらい、テレビの天気予報を担当させてもらいました。で、その間に、まあ、聞いた方もいらっしゃるし、だろうし、知らない方もいらっしゃると思いますが、NPO 法人という気象キャスターが集まった気象を作りまして、その後、まあ、いろんな活動をしているということです。南大で子供から幼稚園 の保育士ですね。保育士のところでも少し授業をやったりはしております。まあ、昔のような大学、顔は若い時もあれですが、勉強、それから取材をですね、こんなふうに、これは P3C という海上自衛隊のですね、こういった競技に乗せていただいて、空から流氷の取材をしたりとか、そういうこともしてまいりました。で、自分でカメラを回して、取材をすると、まあ、全然気象関係ないんですよね。全く違う分野もですね、天気予報をやっているとですね、まあ、農業から、漁業から、文化から何でもやるような部分もありますので、天気予報の中で、実際にカメラを回してやると。まあ、多分今、気象の業務をやって、気象キャスターをやっている人たちの中にも、結構自分たちで取材をする時代になってきているのかなと思います。以前は、今度スタジオに行って天気予報をやってましたけれども、今はどんどん、特に民放の場合は、気流に出ているということが多くなるのかなと思います。スタジオでは天気予報をやっていただいて、こういう感じで、まあ、気象の世界に入って20数年、で、NPO の、まあ、設立というのがですね、まあ、きっかけは、今、取材とかをしたようにですね、天気予報、日々の天気予報を伝えて、そういう中と、それから気象災害報道というですね、まあ、大雨の災害があったらその場所に行ったりとか、竜巻の被害があったらその場所に行って取材をしたりとか、まあ、気象に限らず火山の時の、雨山の時の時にも、雨山のところまで行って取材をしたりしていました。こういった取材とか、それから、ものを経験してですね、特に防災教育に対してもっともっとやっていかなきゃいけないんじゃないかというのを、10年ぐらい前に、非常に強く思ったので NPO を10年前に打ち上げたという経緯があります。まあ、当時はちょうど京都議定書発行ということもあって、まあ、温暖化というのが非常に注目された頃ですので、そういう意味では地球環境問題、温暖化問題ということでの普及活動も行われています。今はですね、NPO 法人気象キャスターネットワークというのは、今275名会員がいますけれども、全員が気象キャスターではありません。中には研究者もいらっしゃいますし、自治体の職員もいたりとか、います。また気象キャスターを目指す学生とか、こういったいろんなメンバーを含めて活動する。まあ、名前はなぜ気象キャスターをつけたかというと、マスコミ受けするから。そういうところに、マスコミに取り上げてほしかったというのが10年前だったので、こういう名前をつけましたら、実際の活動は多分皆さん研究者であったりとあまり変わらない、まあ、教育活動みたいなところを含めて、まあ、活動をしております。はい、もうちょっと少し立ち位置紹介させてもらいますと、気象キャスターネットワークの立ち位置は、気象庁、それから環境省とかの研究機関の学校とか、それから、研究法なので、そういった情報をもとに、一般市民に伝える、それはテレビだったりとか、学校であるとか、そういった場所で伝えるということで、橋渡し的な立ち位置で、活動をしております。ですので、気象キャスターネットワーク自身、まあ、気象キャスター自身がそうですが、研究者ではありませんし、そのもとのものを、詳しく、研究しているわけではない。これを伝える役目というところに徹してやるというのが、まあ、いろんな活動をしていますが、ちょっと教育活動があるのでまたご紹介しますけれども、まあ、下の方では気象キャスターの育成ということで、まあ、気象キャスターを目指す学生さんとか社会人になった人たちに、実際にどうやって伝えるか、なかなか気象キャスターが教えてくれるところはないので、まあ、そういう意味では必要な活動かなと思いましてやっております。で、温暖化、それから気象東急活動もう中レンジャーにも足元にも及びませんが、各地でこういう活動を北海道から沖縄までメンバーがいますので、各地域のメンバーが集まってやっていることをしております。
まあ、温暖化の、緩和策であるとか適応策という意味で防災ということで絡めてやることが多いですね。本来もうちょっと気象の防災をストレートにやりたいんですが、実は私ども NPO 法人なので、財源が国とか、自治体から直接もらっている団体ではありません。ですので企業とか、補助金だったりというものを使うので補助金が出やすいところしかやれないんです。実際からそういう意味では本当は気象の防災をやりたかったんですが、活動としては、実際には温暖化の方が良さなくて企業も CSR 活動だったりとか、そういった部分があるので、予算の出やすいところから入れていただいて出口を防災、そういった活動をうまく気象の防災と、温暖化の問題をうまくつけながら予算をどうやって回していくかというところを、やったりしています。まあ、学校における出前授業はこれまで4000校ぐらい、もちろん全国各地の200名ほどのメンバーでやってますので、実施してまいりました。テーマもいろいろ立ちましたね。温暖化に限らず熱中症であるとか、地震も含めてやったりとかすることもあります。そして、中学校の出前授業に関してはアメリカの小学会にも発表させてもらいまして、もうだいぶ前になりましたけど2010年ですが、学会でアメリカ中学会で記事が発表して、学会の記事も紹介してもらったという経緯で、もしかすると私ども NPO の活動は日本の気象学会の人たちよりもアメリカの気象学会の先に紹介が入ったかもしれません。なかなか日本の気象学会で紹介することはなかったかもしれません。あとは東日本大震災以降はですね、こういう被災地の支援ということもやっております。まあ、直接の支援といえば教育支援ということで、毎年、3年、今年で4年目になりますが、こういう事業を学習支援という形でやるかというのもそれから幼稚園をやっているので、ここにちょっとマスコットありますけれども、なかなか似てないですね。こうやって見ていただくと、幼稚園でも結構ちゃんと聞いてくれてるのがありますよね。真剣に、まあ、絵を描いてもらったりとか踊ったりとかですね、こういったものをしないとなかなか実際大人には難しいので、これみんなでこういうのは、津波が来たら走ろうねとか、もう本当にストレートに動いてるという、防災教育というのはほとんど受けていない、今むしろ今
境教育もそうですし、防災教育もあまり受けてない多分世代なのかなと思います。そういう意味では、幼稚園の授業もそうですが、こういう保育士たちも目指す、まあ、気象学に直接興味のない人たちに、防災教育を広めなきゃいけないなという実感を持っています。まあ、ここまでがちょっとあの私の、まあ、NPO の活動と紹介を出して、ここから本題に入るので、ちょっとはっきり脱がさせていただきますが、ご覧ください。はい、それであの今日 の, あの話題提供ということで、私はですね、あのマスメディアと研究者は理解しないかということで、あのテーマをいただいて話をしますが、あのそもそもあの私、自己紹介をしましたけれども、本当の意味でのマスメディアというか、新聞記者でもありませんし、テレビの報道の記者でもありません。まあ、そういう意味では、あの気象キャスターという仕事は十何年、十五年ぐらいしてまいりましたけれども、少しちょっと立ち位置が違うので、気象報道の視点ということで話をしたいと思います。そもそも気象報道とはというところをちょっとあの話をしますと、天気予報が一つ気象報道にあるだろうと思います。それ以外に、普段テレビとか新聞、ラジオでやっているような気象災害があった時の報道も気象報道の一つ。そして、記者が取材して伝えるという、まあ、一般的にニュースを見ている、報道ですね、こういったものを含めて気象報道という、まあ、今日お話しする中では捉えていただけると思います。でその中で研究者の皆さんも、今日もたくさん研究者の方いらっしゃると思いますが、取材を受けているということも多々あるというふうに思います。で報道する気象報道にあたってはですね、まあ、天気予報だけではないんですけれども、報道自体がそうですが、誰でも理解できるように分かりやすく伝えるというのを、かなり強く言われますし、天気予報を日々やっていると、そういう放送次第でですね、よく分からない、視聴者からも、苦情が来ます、あまり難しい、よく分からないような放送の仕方です、そういうところに、実質的には視聴をすると、そういう意味では分かりやすさで、分かりやすく追求するとですね、情報を簡潔にしていくので、だんだん言葉が断定的になっていく、表現。そういう意味では、正確性と分かりやすさというのは、実は結構微妙なところで、どちらかというと、多分研究者の方は、正確さの方を多分追求して客観的にってなると思いますが、報道する側としては、分かりやすさもかなり重要するので、そのバランスを取ります。そして、時にはですね、災害情報の場合は、正確さというか、詳しい情報というよりは、分かりやすさを優先します。とにかく避難してもらうのが第一なので、避難が第一で、それが正しいかどうかじゃないんですね。命を守ることが先になるので、そこはちょっと価値観が多分違う部分かなというふうに思います。例えばの例ですけれども、今まで気象庁の津波警報、が数字を出してたんですね。ですが、今、気象庁も改定をして、大津波警報の時には巨大とか高いとか、こういった表現に変えています。これは明らかに、分かりやすい部分に切り替えています。正確な報道で言えば5メートルとか、まあ、8メートルとか数字が出れば一番正しい値が予測できるのでそれがいいんですが、5メートル、10メートルというのはあまり被害の大きさから言うと、まあ、どっちも逃げてほしいという意味ではあまり意味が価値がないというところで巨大にしようという流れになります。これはマスコミ全体がそうで、各報道もみんなかなり強く、まあ、こういうふうにその災害に関するものはまずは命を守る、避難をしてもらうということが第一になるので、表現が非常に、分かりやすさというか伝わりやすさというところを重要視している。でもう少し正確さ、分かりやすさですね、表現を少し変えるとですね、正確さは客観的である、それから分かりやすさはすごく主観的でもあるんですが、まあ、これを一つの例で、天気予報の例で、見ますと、降水確率
降りそうですとか、ような言い方に主観的になります。客観的にですね、明日雨の確率 40% ですよっていう放送すれば、明日は雨降りそうですと言われた方が、受け取る側は理解します。これがやっぱり客観的、主観的な参考。長期予報の場合は微妙なところありますけれども、平年並み40%、平年より高い 40% という確率があったら、これで正確に言えば平年並みと、平年より高い確率が 40% ですと言わなきゃいけないんですが、天気予報的に言うと断続傾向で、ニュアンスとしては正しく本当はないんです。微妙に違います。断続じゃない、平年並みの確率も40%高いので、本当は違うんですが、傾向というちょっとつけて濁している表現を使うことが、ただ伝わり方としては伝わりやすくなるというのは、放送とそれから本当に細かく正しく伝えるっていうところにちょっと違いがあるということを知っていただければと思います。例えば降水確率50、理論では雨降るかは降らないかは半々。それにして予報、天気予報の気象庁の方というと、曇り時々雨という予報が大体出ます。で、コメント、気象キャスターは明日は雨でしょうということが、聞いた側は明日は雨でしょうと言いながら降らなかったら、これ降らなかったじゃないかと言われますが、割と降ることが多いので、言い切ることが多いでしょう。気象庁は海では間違ってないんですね。気象庁は、降水確率50に出したと。だから合ってるんですけど、それでは伝わらないので、私たち気象解説する側は、割と主観的に表現して、その方が伝わりやすい。ただし、外れた場合も、どうも楽しい。その辺がなかなか難しい加減はありますけれども、どう伝えていくかというところを、それから、降水確率自体がですね、多分皆さん、国民皆さん、ほとんど皆さん、降水確率知らない方、多分ほとんどいないと思いますが、世間、一般の視聴者に、問いかけをしますと、降水確率を正しく理解した人は 10% ぐらいしかいません。1割ぐらいしかいない。具体的には、降水確率が 100% とか 80% と激しく降ると思っている人は多いです。強く大雨と長く思っている人が多くて、正しく理解してない。だから、もともとの正しい、いくら正しい、表現であっても、その言葉の定義をちゃんと正しく知らなかったら、いくら正しいと言っても、伝わってないと思います。これが、降水確率というのをもうちょっと客観的に広めるのであれば、降水確率とはどういうものかというのをもっと広げておかないと、使えないというものになってしまう。一番よく知られている種類だと思いますので、そういう意味では、防災情報で言えば、例えば土砂災害警戒情報、気象情報で言えばですね、土砂災害警戒情報とか、記録的短時間大雨情報とか、それこそ特別警報でも知らないとかなりますからね、今、多いです。そういう意味では、いくら情報を出しても、その意味が分からないと、避難につながらないという意味もまたあるのが、気象情報の一つです。それから、ちょっと研究者の社会貢献と言ってましたけど、天気予報の流れで気象庁が出したりも基本的には独自情報になりますけれども、マスメディア、テレビ、ラジオを通じて、この一年一役になるのは気象キャスターとなりますが、気象キャスターからマスメディアを通じて放送しているというのが、その根底にあるのは実は、多くの研究者の皆さんがあって、それから気象庁の研究成果があってだと思います。そういう研究成果がはい、そういう本技術が精度が良くなるということはまず第一大事。それから研究者が直接マスメディアに対して取材で答えていくというのも一つの貢献だと思いますし、また直接国民に、ナダレンチャーのようにですね、研究者が直接アウトリーチ、普及啓発するというのは非常に大切な、出口は研究者はたくさん持っているのかなと思います。この、一番もともとの研究者の立場としては、学術的に予報技術を上げていくということで、天気予報の精度を上げるというのも一つのことですし、それから、ニーズがあれば、メディアに対して取材で答えていく、解説していくということも多分役割なのかなと思います。これ、船長と太さを変えてもらいました。非常に重要なところ、影響が大きいところを不足しております。あえて普及規約を不足しているのは、他でもやりようがあるということで、多分そこに特化している方は特化していただいて、やるのですが、全部の研究者に私はそこを求めているわけじゃない、役割があってもいいのかなというふうに思っています。ちょっと
問したいと思うんですが、気象情報の言葉の中で、ゲリラ豪雨、爆弾低気圧という言葉がありますけれども、気象庁はこの言葉を使っておりません。で、これについて皆さんどうでしょうか。適切な言葉であり、使うべきではないと思うのか、それとも表現の自由であり、使ってもいい、まあ、どちらでもない、わからない、まあ、一木さんにちょっと手を挙げていただければと思いますが、一番の適切な言葉で使うべきではない、放送で使うべきではない、この方、手を挙げて。意外と少ないです。意外と少ないですね。じゃあ2番の表現について使ってもいいと思います。あ、多いですね。じゃあ3番、わからない、どちらでもない。結構こちらも多いです。すみません、いいですか。バグナーフェイクが。すみません、会場からちょっと2つ上げたいんですけど。あ、いい。じゃあ大丈夫。セリアゴールと。爆発的圧なんですけど、爆発的圧自体は専門論文でも使われているようなので分けた方がいい、分けた方がいいと思います。わかりました。じゃあちょっとまずゲリラ豪雨に対してだけよろしいですか。じゃあすいませんね。そうですね、ゲリラ豪雨に対してだけじゃないですね。ゲリラ豪雨に対してじゃあ一番の答え方どうぞ増えます。はい、ゲリラ豪雨に対して、順に使っていくと、はい、どちらでもない、わからない。2番が一番多いんですが、どちらでもないという方も、分からないどちらでもないという方も多いと思います。じゃあ、爆弾低気圧についてはどうでしょうか。1番の適切な言葉で、あえて使わない方がいいと思います。いませんでした。はい、じゃあ、2番の表現の自由で使っても良いと思います。はい、ありがとうございます。3番の分からないどちらでもないと思います。結構いい。あ、結構いい。ちょっと言葉、そうですね、確かにゲリラ豪雨だけに限定した場合の方が、使うべきではないという方が多いと思いますが、気象庁は、実はどちらも使わないでくれというのは言っています。爆弾低気圧も、ゲリラ豪雨も使うべきではないという立場で、気象庁が公式に出す文書には入っておりません。ですが、マスコミを通じて、実は表現されていると思います。この言葉は、まあ、もともと誰かが使ってはいるでしょうけれども、まあ、爆弾低気圧は気象のものにもあって、気象の研究者からも待ってられますし、ゲリラ豪雨も、どこかで使い始めたら一気に止まったという定義がありますけれども、これ実はこちらも流行語大賞に選ばれているんですね。もうだいぶ前ですが、2008年、2012年に、流行語大賞のトップ10になりますが、選ばれる流行語になるぐらいなので、気象庁が使わなくても国は浸透します。なので、政府の方針、国の方針がいくらあっても、マスコミの力がすごい影響力があってですね、別にそれを使っていいんだっていう、表現の自由だっていうマスコミがいれば、そのまま国に広まる。それが正しかろうが、適切だろうがなかろうが関係ないんですよ。放送して使っていれば広まってしまう、流行語にもなってしまう。というが、まあ、それだけマスコミの影響力が大きいというのも一つだと思います。まあ、この言葉については、私の直接気象庁から、どっちかと忘れましたが、どっちかの文書に、文書で各気象予報士とか気象予報士だったかどっちだと思うんですが、マスコミに向けて忘れましたが、使わないで、使わないようにという指示までありました。ですが、割と使われています。で指示まで来たので、私としては、積極的には使ってない。ただ、放送局の記者さんが、ゲリラ豪雨使っていいですか、爆弾低気圧いいですかって言われたときに、ダメって言って、強力にダメって言えなかなかない。あんまり使われ、気象庁も使ってないし、好ましいとは思いませんよっていうアドバイスをするんですが、適度使われること。まあ、一つには、他社さん使ってますよ。なかなか新聞使ってますって言ってて、それを強力に拒否できないというのがちょっとありますね。だから1箇所使うと一気にみんな使います。止まりやすいのがあります。はい、それから、気象報道、テレビの気象報道について言っていいと思うんですが、報道の仕方で大げさ、煽る報道が目立っているか多いのか、それとも時々大げさな報道があると思うのか、たまになのか、まあ、いつも的確な報道してもらっているのか、むしろちょっと強調が弱いと、もっともっともっと
時々大げさなことがある。3番のたまに大げさな報道をしているぐらい。時々よりはちょっと大事ですね。それから、いつも的確な報道だと思う。3人、4人、5人ぐらい。ありがとうございます。かなり問題です。はい。それから、もっと強調していいと思うという方。あ、そういう方もいらっしゃいますね。はい。実はこれをですね、同じように、これを、うちの会員編というか、気象キャスターと気象報道に従事している人に聞いてみると、まあ、ちょっと数少ないんで、ちょっとあんまり統計的には言うじゃないんですが、傾向的には、現場をやっている気象キャスター自身が大げさに感じています、ね。大げさにやってると思ってやってるということですね、報道自体。で、自分だけじゃないですか。自分が放送するだけじゃなくて、災害報道、気象報道に対して、それは言い過ぎじゃないのみたいなことを、思ってるキャスターがかなりいるということですね。これは、自分だったらこうだって、多分それは自分の思いよりも強いっていうか、かなり大げさに行動している部分があるからだと思います。実際に現場にちょっとそう感じます。私も、それは感じます。かなり強い。こんなに煽らなくてもいいのに、台風が、今回の台風はかなりそれるのになと思いながらも強く行動することが、ただ逆もあります。逆というのはですね、台風でいうと、1回台風が来て、結構被害が多くなりますよね。で、2回目、3回目と来るとですね、だんだん報道のトーンが下がります。3回目ぐらいになると報道するのは、またかになってくるので、実は3回目に大きな被害があったりすることがあります。本当は、報道イコールその被害の怖さではないんですね。今年初めてとか、最初の台風とか、そういうところに注目がいってしまって、同じようなものが2回、3回、4回と続いてくると、だんだん報道のトーンが下がってきて、そういう傾向は、まあ、これはマスコミ全体にあると思うんですけれども、新しいことに対してはすごく、まあ、温暖化もそうですね、特に新しいことが出るときにすごく取り過ぎますけど、同じトーンでずっと、発表があると飽きてくるのが、マスコミには見られるのかなと思います。はい、まあ、大げさの報道は、いい部分は避難行動を流すには強く言うというのが一つの、こともあるんですが、同時に背景には視聴率の重視もあるのかなと。まあ、はてなくてますけれども、感じるところがあります。はい、そして、インタビューについて、少し皆さんにまた聞きたいんですが、特に研究者の方、まあ、研究者じゃなくてもいいですが、報道、マスメディアからインタビュー取材を見たことある方、手を挙げてください。まあ、結構いらっしゃいますね。2万ぐらいです。その中で、取材を受けた中で、受けた方の中で、間違った内容、それから意図しない内容で放送や記事となって、不快な思い、まあ、嫌な思いとかですね、をしたことはある方で結構いますね。全員ではないですが、やっぱりはっきりと思っている方はいるのかなと思います。私の反省、まあ、過去の話、まあ、今はこういうことはしないんですけど、私自身もですね、こういう仕事を気象キャスターを初めてやって、当時は25歳でやり始めたので、25の時に、基本的にはある程度原稿を書きます。原稿を書いてから、コメント取ってこい。コメント取ってこいっていう意味わかりますか？コメント取ってこいってことはコメントが決まってるんです。自由にコメントじゃないんです。もう想定された原稿があって、この雨の原因は温暖化の影響ですって言ってもらってこい。そういう意図、まあ、はっきりはありません。そういう意図があって、取材に行かされる。で、最初はよくわからないので、そういうインタビューがあって、1時間ぐらい研究者の方に、聞いて、コメント、そのキーワードを言うまで待ってる。なんてひどい人ですよね。なんてひどいインタビュー。でもこれは、最初に慣れるまでは、そういうことがやっぱり最初ありました。自分としてはすごく大きな反省です。それはやっぱり研究者、インタビューする側、される側の意図をちゃんと組んで、じゃあ原稿を直すってことをしなきゃいけないんですが、そのインタビューする側が、まあ、気象キャスターもそうですし、多分取材の記者もそうだと思いますが、それを持って帰って、編集デスクだったり、編集長だったり人に、いや、事実と違います、こう
こうでしたっていうことをきちんと説明して構成内容を変えることができるかどうか、そういう力がない、間に入る人がそういう力がないと、もう必死になってそのコメントを取りに行く。だからよくわかんないディレクターが来て、ずっと何度も話して聞いてるなときは、初めからコメントを取りに行くので、そこは気をつけた方がいいというか、余計なことを言うと、それを待ってる、永遠と待ってる可能性がある。それから、幅がある、まさに研究っていうのは、答えが断定的に言えないと伝えます。そういう中で、企画性があったりとか、あんまりはっきりと言えない、こういう可能性もあるし、こういう可能性もあるというところも、どっちか一方に取ってしまうことはやっぱりありました。それは結構、自分の中ではすごい反省で、そういうことは途中でやっぱりしちゃいけないっていう思いで、だいぶ途中で直すようにしましたけれども、なかなか全部がそうなってないとまだ思います。そう言えるまでですね、私も5年ぐらいかかりました。それは放送局に対して、違うんだから直しなさい、違うべきだ、構成を変えるべきだって言えるようになるまでに時間がかかると。まあ、20代とか30ぐらいの、若造が編集長のトップみたいな人たちに説得できるかできないんですね。そういうなんでちょっと時間がかかる。それから、皆さんにちょっと知っておく。覚えていただきたいのは、媒体によって対象が違うということは知ってください。学会社はその専門家ですね。それから、新聞だと大人が中心の一般国民です。テレビはもうちょっと子供を含んだ対象が広い、かなり広いということを、まず理解した上で、インタビューに答えていただけるようになっています。テレビの場合に難しいことを並べてもほとんど使えません。理解できない。大体小学校5年生ぐらいのターゲットです。に分かるようになれる。それから、媒体によって情報量が違います。それも分かりますよね。専門誌がたくさんページ数書いたりしますが、テレビの場合は、特にニュース、一番下のニュースの場合は、放送枠が短いです。ニュースが30分しかなくて、例えばその、気象の出来事もあったので、2分ぐらいしかない。取材先もあって、災害現場があった中で一言コメントなので、下手すると10秒使われると思います。わずか10秒の中で言うとなるとですね、かなり断定されます。そうすると、大雨の原因は地球温暖化の影響です。ピタッと。そういうことになってしまう。本当はそれだったらいけないと思うので、そうじゃないやっぱりコメントを、ある程度、情報量、媒体によって情報量がある程度決まってくるので、そういったものを意識して、対応されるといいのかなという思いになります。それから、情報番組の場合、テレビでも情報番組の場合は時間は結構あります。なかなかとずっと解説している時間もあります。1時間ぐらいするのか20分ぐらいその天気解説コーナーがあったりするコーナーがあります。そうすると時間はあるんですけど割とセンセーショナルなので、そういうところも情報番組や報道よりも報道と情報って皆さん違いわかりますか？報道は結構報道、だとですね正しい情報をより強く求められるんですが情報とかバラエティだと、あまり正しくなくて割とですね許されてしまう。ただそれも最近は BPO で厳しくなって、情報番組でも、間違ったところは強く非難されますので、だいぶこれは改善されてきてますけど、それでも情報の質の差は番組と違います。でも皆さん見てる人、国民、市民、視聴者はほとんど分かりません。ここが報道の番組とか、ここが情報の番組とか、知ることも知らないと思います。日本テレビでも朝の10分とかですね、スッキリは情報番組なので、ゆるゆるです。それから、ニュースエブリィは報道なのか、情報の、取り方だから、すごく細かくチェックして、そういうふうにちょっと番組によって違うのがあります。そういう意味では、一つは立場、お互いの立場を理解することが大事なのかなと思います。マスメディアの立場も理解するといいのかなと思います。対象がどういうふうに向けてやっている場合、報道なのか、マスメディアなのか、それから時間がどのぐらい、市民がどのぐらいあるのかということを考えつつ対応していただくのが方法だと思いますし、逆に、マスメディア側、取材する側にもしなった場合には、研究者の立場を理解する、正確さの追求を研究者が求めているということに対して、それから確実性があったりとか、多様な限界があるということも理解した上でやっぱりやっていかなきゃいけない、お互いの立場を理解することが大事なのかなというふうに思っております。で、ちょっとここで少し皆さんも実践を少ししていただきたいと思います。まずですね、お
隣さん、2人組、もしくは2人が難しければ3人組でいいので、まず自己紹介を1分程度で、いきなりですが、やってもらってよろしいですか。1分ぐらい、時間はかかりますので、1分間、1分ずつ、自己紹介を、まず隣をまず見つけてください。じゃあ、ちょっと1回全員立っていただきましょう。立ってもらいましょうか。はい、ちょっと考えます。全員、ちょっと立っていただきます。お隣をまず見つけてください。まあ、もうすでに知ってるという方もいると思いますけど、それでもあえて初めてだと思ってやってみますでしょうということです。はい、いない方いますか、大丈夫ですか。どこかいないところあれば手を挙げてください。まだ相手がいない。大丈夫ですかね。2人もしくは3人でもいいですよ。なければ3人でも、はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。お隣ですね。はい、お隣ですね。大丈夫ですか。普段なかなかこんなことをですね、はい、毎日やることはないと思います。シンポジウムで立ったこともないですからね。あ、2階席も全員立ったんですか。全員お願いします。全員、はい、はい、じゃあ今から1分間2階席の方も全員、はい、全員お願いします。自己紹介を、はい、じゃあ今からスタートします。はい、じゃあお願いします。2階席の方になっている実行委員が全員、実行委員が相手になっている。
私がイメージして、そこから15秒かかって止めます。はい。大体質問するのは10秒ぐらいで止めていただけると思います、ね。じゃあまず先に質問だけをする感じがいいですか？あ、そうですね。じゃあまず質問だけ一回してもらって、答えは、はい、どうぞって言ってから答えてください。はい。じゃあまず質問をしてください。問いかけてもいいと思います。もしかしてこう言ってほしいんじゃないみたいなことを使えないようにですね、カメラ回ってるうちに言って
張ってる時に、確認を長々やってておかしいなと思ったら聞いてみるといいかもしれない。待ってる可能性があります。そういう意味ではそれは違うよって相手に言ってあげて、むしろそれは正しい行動につながるんじゃないかと思います。インタビューの受け方次第です。その一人が言ったことが、一研究者が言ったことが全国に広まってしまう。それが正しかろうが正しくないという言葉であっても、すごくインパクトがあることはもちろんありますが、その後の反応の影響も大きいと思います。あとは、自由と明らかに違うことを報道されたら、今ブログとかツイッターとかいますので、つぶやいてください。敵対する意味じゃないですよ。こういう報道したのに違かったみたいな事実としてやる分には構わないんじゃないかなっていう。あんまり敵対すると研究者側が今度、あの研究者は面倒くさいみたいになってしまう。それは双方にとって良くないと思いますので、お互いにやっぱりもうちょっと謝る方がいいんじゃないかなと思います。まあ先ほどもこれやりましたが、予報の技術研究者の役割いろいろあると思いますが、その中で、研究成果の社会実装ということを使わせてもらいますが、社会にどう役立てるかというの中で。もちろん一番のところは気象災害の軽減とかそういったところが一番の目的ですし、それは国民のためにもなるし、そのために研究者がいらっしゃると思います。そのために、マスメディアがいるんだろうし、気象予報士がいるんだろうと思います。研究成果としては報道制度の向上があるだろうし、報道取材に応えて正確な報道に寄与するということも研究者の社会貢献の一つではないかと思います。もう一つ最後に、防災教育、普及啓発なども、必要だろうというふうに私は考えております。で、繰り返しになりますが、研究者にとってのマスメディアは情報発信力が絶大です。研究者がいくらホームページでいくら発信してもですね、違う情報がメディアから放送され、報道されてしまえば、そちらの方は圧倒的に一般国民が知ることになります。まあ、逆にマスメディアにとっての研究者は、非常に新しい知見を持った情報源であって、やっぱりコンタクトしたいっていうのはやっぱりマスメディアは持っております。新しい研究、新しい知見っていうのは含めているので、お互いの双方がやっぱり歩み寄った方がいいんじゃないかなというふうに考えています。まあ、正確で分かりやすい報道はやっぱり国にとっての利益になりますし、災害の軽減につながると思います。その代わり、お互いの立場を理解した上でコミュニケーションをしっかり取っていくということが大事かなというふうに。最後に、少しですね、天気予報の現場、悩みというところがありまして、気象キャスターはいつも雨が降ったりとか、竜巻が降ったりとかの原因を求められて、その場で答えている方もいると思いますが、そんなに知識をやっておりません。伝えるということしかしてませんので、根拠というのは持ってない。なので、曖昧にですね、例えば、簡単に言うと大気の状態が不安定です。お決まりの言葉ですね、上空に書いて、研究者の皆さんから見たら、何言ってるわみたいな。それしか答えを持ってないのでそれが報道されてしまうので、もっといい答えを研究者皆さん持っていると思うので、そういったものがですね、もっともっと知りたいんです。マスメディア、気象キャスターの立場という。そういうものを知る手段のパイプというかですね、つながりができるといいのかなというふうに思います。そういう意味では、研究者にも多分いろいろいらっしゃると思います。気象庁の職員の方もいれば、大学の研究者もいると思いますが、自由に発言できる人、できない人っていると思いますけれども、そういう中で、発言できる人がいれば、非常に、そういう方はもなんか、ね気象庁ともちろん影響を強めてやりますけれども、気象庁はどうしても少し時間がかかってしまうので、そういう部分もあってもいいのかな、全部ではないと思います。災害情報は一元的な質問なので、大丈夫だったんですが、そうじゃない、ものの解説であれば、いろんな研究があっていいと思いますので、そういう意味では、つながりを持つといいのかなと思います。一つの提案として、これは、第3回の去年の気象機構若手研究者交流会の中でも話が出たんですが、気象予報士とか研究者、こういったものが実態になるようなか、ウェブホームページみたいなものがあってもいいのかな、もしくは、交流の場があってもいいのかな、情報交換できる、そういうページがあってもいいのかなという、ことが、去年の若手の研究者と同士の話し合いに出たので、ご紹介できた提案をさせていただきます。気象情報、どんどんこう新しく情報が出てくる中で、動く中で、やっぱり専門的な知識、やっぱりこの辺が非常に欠如して足りないところなので、そこをもう少し研究者と、マスメディアが一緒になってやるということが、非常に、報道にとっては、気象報道にとっては重要だと思っています。それから研究者のアウトリーチ、普及啓発というのは、メリットは研究者自身の知名度向上にもなりますし、うまく言えば研究者の獲得にもなると思います。そういう意味では、会話楽しい。
ていうこともあると思いますが、同時にデメリットもあると思います。まあ、アウトリーチということと本当の素晴らしい研究ってイコールではないので、まあ、研究を突き詰めてやる方もできると思いますし、アウトリーチの得意な研究者はこっちをもっと広げてやるというのが研究者の方針だと思います。それから研究者には言いにくいこと、それはありますよね、立場的に、そういう時にうまくですね、アウトリーチの専門家みたいなものがいるといいのかなと思います。そういう意味ではもう少しその気象学を学んだ大学院生とか、研究者の中でもう少し研究の、まあ、基本的な研究基礎研究も大事なんですが、割とアウトリーチとか、こういった部分の専門になるような部分、それがちゃんと、研究者として成り立つような社会の仕組みというか、があるといいのかなというふうに思っています。で最後に、一緒に研究者と一緒にやった連携の例を少しご紹介します。これは富山の、気候変化と県民政策を考える人工中心、そこで紹介した2人、フジテレビの天達さんと、NHK の伊田さんにやってもらった例です。これは温暖化の話、2035年となると富山で 40.3 というおかしいですよね、研究者の立場から数字として出して、ですが、実感としては伝わりやすい。でこの辺はすごく苦労したんです。ちょっと冗談風にやりますが、冬将軍が雨です、ね。データは研究者が出しているデータですね。正しいデータを発信しています。でそれを実感を持ってもらうってやはり難しさはありますが、こういうことをですね、まあ、気象キャスターだけじゃなくて、気象予報士もそうだと思いますが、伝える側と研究者、それから自治体等がですね、一緒にやっていくということも、とても大事ではないかと思います。まあ、コミュニケーションを取りつつ、一緒になって、まあ、それもすべて国民の詳細の軽減だとか無駄の緩和だとか、こういったところにつながると思います。ちょっと伸びてしまったので、以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。それではこれから休憩に入りたいと思います。そこの時計で20分まで、今から15分休憩で、その後は江森さん、講演から始めたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。江森さん、何かありますか？アンケートどうします？アンケート今からします。ご中でっていう方が、はい、今からお伝える方もいらっしゃると思うんですが、アンケートの対象箱を入り口に集まって、ご協力よろしくお願いいたします。もし途中で抜けられるという方も、途中までの担当で結構ですので、アンケートの協力をぜひよろしくお願いします。ディスカッションシートの途中までの担当で全然結構です。もちろん最後のところまでご参加いただける方は、最後に出していただけるところで結構です。トイレの場所が、トイレの数が足りないと思うんですけれども、2階の方にもありますので、そちらをご覧ください。